はもうね、このキャラもね、一瞬逃げてるだけよ。これで勝った。この試合勝った。これで。今この瞬間の勝ちが決定したよ。ちょっとなんかパンチくんになっちゃう。逃げろ逃げろ逃げろ。当てて。なんだこいつは。なんだこいつは。ドゲミ取れないですかドゲミ。まあ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 。伊野さんのボイミルクが高いから、実質ストックフリーでも、まあ、ボイミルク高いからもゴブみたいなところあるんですね。なんか出た。珍しい技。こいつ朝から真面目すぎないの、こいつ。これそういうゲームじゃないよ。なあ、浩平くん。これそういうゲームじゃないよ。君。あのゲームの楽しみ方は間違ってるよ。君。そういうやつにはね、お仕事してあげよう。俺が。なあ。君。ゲームのね、そういうやつ間違ってるよ。朝からね、真面目に人のことを倒しちゃダメです。みんなでワイワイやろうや。なあ。最強技これ打ってればね、なんとかなりますから。何これ君がこれもてんって言ってるじゃないですか。朝に起きて朝に配信したこと今まで1回でもあったかな。まだこのピロピロをね、ピロピロ程度をでここ削るだけで俺の勝ち。当ててるだけで敵近づけない。当たったらフレーム優位が取れるんで、当たったら近づいてタグを仕掛ける。まあね、当たったらこうやって序盤は空上からリターン取れるんで、ピロピロよりは空上とか空前狙いたいなみたいな。ガードも出るから。出た。どうしようか、姿勢が。痛すぎる。
コロナ陽性出た受験生まずいな。しっかり治しな。コロナ言うてしっかり休めば普通の熱ぐらいで体調悪くなってくるから、大体の人は。俺はね、コロナになった時結構しんどかったけど、結構いろんな人がまあなんだかんだ普通の熱ぐらいだったみたいな。てか何なら別に全然しんどくなかった人もいるぐらいだから。どうした？厨房連携。メイブの決勝で剣にロボ出したダイソンに利用してたいです。別に俺は剣にロボ全然出してたけど、もともとまあ相性で言えば、てかジョーカー剣もね、全然ジョーカー有利じゃないとあんまり俺は思ってるから、まあ一応ゲッチがね有利ではあるんだけど、まあまだ連動的にはねロボとかなんか上かなって思うし。一番最初はジョーカー使う気だと思うよ。あとは単純にウネキンさんがそもそも剣単のプレイヤーではないから、リュウに関してはね割とロボットでやって、竜ロボットはね、ロボット一撃すんだよな、さすがに。ピロ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 からの下スマがね、マジ中央連携クソ強い。下スマとこのピロピロからの下スマと下スマ生置きとこの横 B 生置き、これを混ぜてれば相手が死ぬ。ガチ。これはちょ邪魔邪魔、うんこ置くな。シュータが邪魔だ。サスタブさん配信でめちゃ失敗しました。まあそうだろうな。結構がっつり負けたしな、メネキンさんには。俺にも、まあ、一応スマホで俺負けてるからこの間、まあ、一応リベンジみたいな形だったわけだし、まあ、平日大会と本番は違うかな。そう簡単にはいかんが、
正直だいぶなんかね、俺前からそうなんですけど、体がね、温まったよりマジで手動かないんで、もともと俺のプレイング的な問題でそんなに忙しい入力を使わないんで、普段から大丈夫な時は大丈夫ですけど、結構ね手温まってないとね、あんまりしんどくて、正直ね、トナメの最初の方とかマジで自信ないんよな。